カナリアのフルート。エルマーとリュウは崖の上でしばらく休んで、波が砂の浅瀬の上を広がりながら通り過ぎるのを見ていました。すると突然、鳥のさえずるような小さな声が聞こえてきました。あなたはエルマーエレベーター君ですね。エルマーはびっくりして返事もできません。そうですね。3年も経ったんだから、みんな変わるのは当たり前なんですけど。エルマーはキョロキョロあたりを見回したけど、誰も見えません。はい、僕はエルマーです。だけど、あなたは誰ですか？それから、どこにいるんですか？頭の上の木をご覧なさい。私です。フルートですよ。エルマーと竜は上を見上げました。すると、そこにカナリアのフルートがいました。目の上に黒い眉があって、両方の翼に黒い羽が一本ずつ混じっている、小さくてちょっと変わったカナリアのフルートです。ああ、フルートか。君に会えて僕、ほっとしたよ。だけど、どうしてこんなとこにいるんだい？ほら、あなたのお母さんが、呼び鈴が鳴ったのでドアの方へ行ったでしょう。その隙にあなたがカゴの戸を開けて私を逃がしてくれましたね。あの日にここまで飛んできたのです。ここは逃げたカナリアがみんな住んでいるところなんですよ。私たちはこの島をカナリア島って呼んでいます。それはそうと、あなたは一体全体、ここで何をしてるんですか？うん、僕はね、このリュウ君を救い出したのさ。それでリュウ君が僕を家まで運んでってくれるはずだったんだけど、途中でひどい嵐に遭っちゃって、家へ行けずにこの島に来ちゃったのさ。リュウ君はこれからゆっくり休んで、食べ物をいっぱい食べて、水をたくさん飲まなければ出発できないんだよ。その竜、カナリアを食べませんか？うん、まさか。竜が鼻を鳴らして答えました。果物と野菜と棒付きキャンディしか食べませんよ。それで安心しました。とフルートは言いました。他のカナリアたちがとても怖がっているんで、あなた方に話しかけるのやめようかと思ったくらいなんです。では、みんなに何も心配することはないって伝えましょう。そう言ってフルートはあちこちに向かって、ピルル、ピルル、と大きな声でさえずりかけました。すると島中でカナリアがさえずり始め、松林の間を飛ぶ羽の音が聞こえました。さあ、早く食べに行こうよ、とすっかり退屈してしまった竜が言いました。竜はまだお腹が空いていたし、喉も渇いていたのです。エルマと竜が松林の間を歩き始めると、フルートは木から降りてきてエルマの肩に止まりました。ねえフルート、教えておくれよ。この島に人間は住んでいないの？エルマは聞きました。人間はいませんよ。カナリアだけです。僕もそう思ったんだ。だけど君は僕のお母さんがいなくても平気なのかい？お母さんはいつも君のことを心配していたぜ。結構やっていますよ。でも私は島の病気にかかり始めたらしいのです、とフルートが言いました。島の病気ってなんだい？バカバカしい話だってことは分かってるんですけど、とにかく島中が知りたがりの病気になってしまって、特に年取った王様の肝はもうまるで死にそうなんですよ。話が面白そうになってきたので、今度は竜が聞きました。王様の肝って誰だい？
離れ屋の王様ですよ。今の王様は漢11世なんです。ご先祖の漢一世とそのお妃がこの島に住んだ初めてのカナリアなんです。この島に渡ってきた人間たちと一緒に来たんです。けれども一月か二月経つと人間たちは漢一世とお妃だけを置いてまた船に乗って行ってしまいました。なるほど。それで梯子とバケツと松の木とリンゴ畑のあるわけがわかったよ、とエルマが言いました。そうなんです、とフルートは言いました。みんな人間たちのやった仕事なんです。さてさっきの続きを話しますとね、渡り鳥たちが時々この島で羽を休めます。すると寂しがり屋の寛一世はカゴから逃げ出したカナリアにこの島に来て住むように伝えてくれと頼んだのだそうです。それからたくさんのカナリアがこの島に住むようになったのですけど、それでも寛一世は少しも元気にならなかったのです。他のカナリアたちが王様いかが遊ばしたのですかとお伺いしますと、寛一世はこう答えたものです。わしは知りたくて知りたくて死にそうじゃ。それを聞いて他のカナリアたちも王様が知りたがっていることを知りたくなってしまったんです。けれども王様は一番上の息子さんだけにその秘密を打ち明けたんだそうです。さあそこで島中のカナリアがみんな知りたがりの病気になってしまいました。それから寛一世がとてもとても年をとって知りたがりの病気がひどくなってとうとうお亡くなりになると、一番上の息子さんが寛二世になりました。スカンクキャベツ、あ、スカンクキャベツの匂いがするぞ。話の途中で龍が急に大きな声で言いました。気がつくともう松林を抜けて野原に出てきていました。ほら、あの向こうの沼地の中だよ、とエルマは教えてやりました。すると龍は早く食べたいし冷たい水も飲みたいのでどんどん駆け出していきました。2世と3世と4世と5世と6世と7世と8世と9世と10世はみんな年を取ると知りたがりの病気が重くなってお亡くなりになりました。そして今は寛11世が死にそうなんです。それから私たち他のカナリアもみんな知りたがりの病気にかかっているんです。まったくひどいものですよ、とフルートは言いました。なるほど、ひどいらしいね。だけど一体全体何をそんなに知りたがっているんだい、とエルマは聞きました。そらそらあなたも知りたがりの病気にかかり始めたでしょ。この島から知りたがりの伝染病がなくなれば本当に素晴らしい日がやってくるのに。もしかしたら僕が寛11世の病気を治せるかもしれないよ、とエルマは言いました。もし王様の知りたがるのが治れば他のカナリアは王様が何を知りたがっているか知りたがらなくなるからみんな治ってしまうんじゃないかな。その通り、とフルートが言いました。さあ王様にお目にかかりに行きましょうよ。王様は森の中で一番大きい木に住んでおられます。エルマはすぐ帰ってくるからね、と龍に向かって怒鳴りました。龍のお返事は聞こえません。その代わり草むらの中からむしゃむしゃ食べる音とごぼごぼ水を飲む音が聞こえてきました。ズーズー